ナス・オ明アキは、鹿児島県南薩摩市出身の元プロサッカー選手。ユーチューバー。現役時代のポジションは DF、MF。国際 A マッチ出場公式記録はないが、アテネオリンピックではキャプテンとしてプレーし、J リーグでは6クラブで活躍した。鹿児島実業高等学校を経て、2002年、コマザ大学3年時に大学生 J リーガーとして、 横浜 F マリノスに入団。1年目は出場1試合にとどまった。2003年、横浜 FM 監督に岡田武史が就任。中盤でのアンカー役となれる選手を求めていた。同監督は2002年に浦和レッズで現役引退したマリノス OB、伊原正美の推薦の下浦和から獲得した河合隆二を起用しようとした。しかし、 河合のコンディションが万全ではなく、苦肉の策としてセンターバックのナスを起用することを決定。このコンバートがナスにとって重要な転機となった。与えられたポジションは本職ではなかったが、持ち味であるディフェンス力でチームに貢献。試合出場を重ねる中でチームの中心選手へと成長を遂げた。当時の日本代表エースである久保田彦を獲得し、 優勝を目指していたチームにおいて J1 完全制覇の立役者となっただけでなく自身も新人王のタイトルを獲得した2004年横浜 FM は浦和とのチャンピオンシップに出場2試合合計1から1で勝利し J1 連覇を飾ったしかし CS 直前に負傷したナスはベンチでチームの優勝を見届ける形となったこれ以降は 横浜 FM において、プレイの幅を広げるなど成長を遂げ、中澤祐二、松田直樹、河合隆二、栗原祐三ら J 屈指の DF 陣を擁する、チームにおいて厳しいポジション争いの中で力を磨いていった。2007年は新しく監督となった、早野博士の下で徴用され、CB、SB、ボランチと多くのポジションで起用されたが、中でも SB としての起用が多く、 左 SB が本職である、小宮山孫慎、田中祐介、右 SB の田中俊美が蔵を差し置いての起用であった。だが、本職の CB として、代表を目指したいナスは、遺跡を模索。シーズン途中に、FC 東京からレンタル遺跡のオファーが届いた際には、横浜 FM に残る決断をした。2007年シーズン終了後の2008年1月11日に、 東京ベルディへの完全遺跡が発表された。東京 V ではキャプテンを任される試合もあり、レギュラーとして奮闘するも、自身初となる j に降格を経験した。センターバックの若返り作を進めていたジュビロ岩田のオファーを受け、2009年完全遺跡。ここでも主力選手として活躍し、2010年シーズンからは岩田の首相を務めた。岩田では2009年は、 センターバックで起用されたが、2010年は、前年度の失点の多さから、アンカー役の選手を必要としたチーム方針により、横浜時代同様中盤のボランチにポジションを変え、ナビスコカップ優勝に貢献。2011年シーズン前半は、前年同様ボランチとして、ロドリゴ・ソート・カニュゴは主に左 SB で起用され、累積警告による、出場停止を除く全試合に出場し、 チームの4年ぶり一桁順位に貢献した。2012年より、柏レイソルに移籍。柏では、近藤直也やゾ島達也が CB として出場した際は、両 SB、両者の欠場時には CB を務めるも、リーグ戦での出場は23試合と5年ぶりに30試合を、下回る結果に終わった。一方、天皇杯準々決勝の大宮アルギージャ戦では、 試合途中にボランチから右 SB にポジションを変更し、後半ロスタイムに工藤総人の逆転ゴールをアシストするなど、全6試合中5試合に先発出場。柏レイソルとしては初となる天皇杯優勝に貢献した。2013年1月5日、浦和レッズに完全一席。開幕直後は ACL では先発出場。 J1 ではゲーム終盤で守備固めとしてボランチでの出場が続いていたが3月30日アルビレックス新潟戦で怪我の長田光流に代わって途中出場して以降センターバックのレギュラーに定着 ACL 予選第6節ムアントンユナイテッド FC 戦から J1 第12節サガントス戦まで自身初の公式戦4試合連続得点を記録した 最終的にリーグ32試合でチーム3位の9ゴールとそれまで自己最多であった3ゴールを大きく更新する活躍を見せ自身初となる J リーグベストイレブンに選出された2016年からは遠藤渡の加入もあり出場機会が激減しベンチを温める状況が続いたが遠藤の不在時等に出場し健在ぶりをアピールした 2018年よりビッセル神戸に完全移籍11月24日に行われた J1 第33節、清水エスパルス戦に途中出場し、23人目となる J1 リーグ400試合出場を達成。2019年12月16日、自身の YouTube チャンネルにて2019シーズン限りでの現役引退を発表。2020年1月1日、 国立競技場のコケラ落としとして行われた天皇杯決勝で鹿島アントラーズを破り、クラブ初のタイトルを獲得した。ナスはベンチ外だったが、現役最後の天皇杯をタイトル獲得して、18年間の現役生活を終えた。2004年初頭、アテネオリンピックを目指す U-23 日本代表に招集。積極的にチームを引っ張り、 新たに招集された田中マルクス・トゥーリオのお目付役ともなった。3月に行われたアテネオリンピック予選では、第4節のバーレーン戦で途中交代した鈴木啓太の代わりにキャプテンマークを巻き、第5節のレバノン戦では出場停止だったものの、最終節の UAE 戦では先制点を挙げ、チームの予選突破に貢献。 本大会直前には山本正さ監督からキャプテンに指名された。しかし、現地ギリシャ入り後にコンディションを崩し、本大会初戦のパラグアイ戦で失点に直結する致命的なミスを犯し、前半のみで交代。2戦目のイタリア戦では、2点ビハインドの前半18分、負傷した徳永雄平に代わり途中出場。駒の友和と入れ替わる形で、 左 SB に入るも、日本は2-3で敗れた。最終戦となった、ガーナ戦は起用されず、不完全燃焼に終わった。引退後は、監督や工事業に携わりたい思いがありつつも、選手を育てるよりもサッカーそのものの人気を広げるため、YouTuber ーーとして活動している。引退発表から数日後の2019年12月26日には、 チャンネル登録者数が10万人を突破している。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。